こちらは西東日本です。午後9時10分現在の交通情報をお知らせします。はじめに現在小松川線上り方向の情報です。工事のため小松川付近で車線が規制されています。次に工事のため錦糸町で車線が規制されています。引き続き木更津方面へ走行中の方にお知らせします。幕張インター付近14キロポストで故障車が止まっているという第一報が入りました。詳細については現在確認を行っています。ハイウェイラジオ京葉道路市川よりお伝えしました。あなたに知っているメテスコ東日本。